丁鉢は、李氏朝鮮時代の武官。字は、小方。丁秋吉の子、25歳で家京の部下に合格。文禄の役では、1592年4月12日に、日本軍が、富山沖合の全四独に停泊し、偵察を行って、翌日の上陸を決定した。一方、富山鎮を守備する富山鎮水軍戦士だった丁鉢は、戦船三隻を率いて、 日本艦隊を発見し、ただならぬ気配に、不山鎮情に戻った。馬鉢は、日本軍の手に渡らないように軍船を沈め、軍民を動員して、交戦準備を命じた。翌13日、予定通り不山に上陸した小西幸長や衆議地などの日本軍は、所情を持って仮道入民を要求したが、馬鉢は拒絶し、午前6時頃から工場戦が始まった。 黒色の甲冑をまとったテイバ鉢は激しく抵抗したが、日本軍の攻撃に抵抗しきれず、部下より脱出を進められたテイバ鉢は拒否し、不山鎮城は昼頃陥落した。不山鎮城南門に登ったテイバ鉢は、最後まで戦えと号令する最中に、日本軍の銃弾に当たり、戦死したとも言う。死後、李氏朝鮮は中列校の死後を賜り、左三世を追伸された。 1607年、もともと葬られていた創造剣らと共に、東ずまの中列祠に祀られた。ありがとうございます。